なんかメッセージ撤回されてる。アルハイゼンはニーロを使った開花パテ規制はありますか？ん？草元素アルハイゼンめっちゃ場に出してる間はつけて回れるけど、まあ、言うてそれぐらいなんで、それだったらコレイとか草主人公の設置がある方が開花パで使うんだったらいいかな。そう、開花パで使うんだったらアルハイゼンよりもまだ草元素設置できるヒーラーのヨーヨーの方が出番あると思うわ。ニーロの開花パーティーでヨーヨー使われてるかな。まあ、全然使い道はあると思う。結構回復力もあるみたいですし。天空の刃とアルハイゼンは合いますか？ね、若干考えた。だけど、やっぱり会心率会心ダメージがアルハイゼン、本当に会心が足りなくなるキャラなんで、まあ、たかが 4%、精錬なく5で 8% でしょ。さすがになしかな。全然霊明とかの方が優先されるべきだと思う。天空よりも祭霊じゃないか、さすがに。ちょっと微妙いかも。持たせてもいいけど。アルハイゼンにデラックス日輪刀を持たせてるんですが、変えた方がいいですかね。会心が稼げれば基本的に合います。で、ハランは会心稼げてダメバフもちょっとついてるんで、まあ、当然ですけど合います。大丈夫です。まあ、無理して持ち武器引いたりする必要はないな。アルハイゼンレベル40でも、ライデンとユクアキのおかげで通常振ってたら終わるの楽しすぎる。レベル40だったら激化のダメージアップの効果結構ちっちゃくないか。それよりもアルハイゼンレベル上げたらもっと強くなるから、楽しみにしてていいと思うよ、それなら。40でも強いって言われるキャラってすごいな。アルハイゼン、ライデン、ユクアキ勝利のパーティーってありえ。アルハイゼン、ライデン、ユクアキ勝利のパーティー。なんかそれだったらまだ激化に寄せた方が強い気がするな。いや、そのパーティーもね、十分強いと思う。ライデン将軍何ライデン？熟知型ライデン。熟知型ライデンもその編成だったらありだと思うし、まあ、ゆくあき抜いて八重美子にしたりするのもありだな。なんかゆくあき抜いて八重美子の方がいい気がする。激化に寄せまくる方が。草元素と雷元素がついたら、こんな風に現激化状態になって、草ダメージと雷ダメージがアップするんですけど、炎元素とか水元素当てるとね、燃焼とか開花反応が起きてね、激化が止まっちゃうんで、あれよ、水元素のキャラクターがいても激化反応は起こるんだけど、回数が減るねん、間違いなく。激化やるんだったら激化に乗り、ただ乗りしまくって、八重美子の火力も伸びるし、アルハイゼンの火力も伸びるし、ライデンで爆発回して勝利で防ぐみたいな、そっちの方がいいかもな。ありですけど、八重美子とか入れるのも強そうです。裁きのイカズチ。アルハイゼン無凸確保したけど、再エにすると会心率会心ダメージ低くすぎてしまいます。立ダメ武器優先ですか？それなら、黎明の神剣使えばいいと思います。なんか私がね、再エの剣強いって言えてるのも、多分生物がめちゃくちゃ強いからなんで、会心率76、会心ダメ141って、めっちゃちゃんと立ダメが稼げてるから、再エとかでも使いこなせてると思うね。ただ、まあ、初心者とか生物厳選ちゃんとできてない人は、会心稼げる武器の方がいいと思うよ。ナヒナヒとアルハイゼンどっちが強いですか？さすがにナヒナヒやと思う。アルハイゼンも強いな。でもナヒナヒはね、サブアタッカーなんよ。写真撮影で刻印つけてしまえば、ずっと草元素が残り続けるわけでさ。で、ダメージも入る。アルベドみたいな強さもあるわけよ。サブアタッカーとして。そこが強い。質問です。アルハイゼンパーティーでシールドはヒーラーに悩んでいます。勝利は岩4、新たき1トに使いたくて。まあ、そうだな。勝利先生使うなら岩パー優先だな。忍は持ってないから敗北者です。激化の邪魔しないヒーラーって言いますか？風元素は激化の邪魔しなくね。だから神団長左右ディオナもいける。激化って超伝導はやってもよかったよな。やってもよかった気がするけどな。ディオナもギリいけるか。ノエル、岩元素もいける。岩元素ヒーラーノエル、ノエルちょっと入れたくないけどな。勝利先生の会議互換みたいな感じになっちゃうから、でも、まあ、候補にはなる。神団長左右ノエルで、あとはまああと持ってるとしたらヨーヨー引けたんだったらヨーヨーでもいいと思うし、んな感じじゃね。ヨーヨーおるやん、まあ、ヨーヨー引けてるならヨーヨーがいいと思う。あ、超伝導と激化共存するよね。そうだよね、超伝導と激化は共存するから氷ヒーラー入れていいから。じゃあナナちゃんもありか。ナナちゃん、リオナとかじゃないですか。